はい、皆さんどうもこんにちは。ハンダ付けライフを応援しています野口です。今日はですね、ハンダ付けやってみたシリーズということで、ジャパンユニックスの SE、ソルダリングエンジニアである柳中さんに今日はお越しいただいています。柳中さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日やっていただくですね、部品製品なんですけれども、最近ちょっと入手困難とも言われているですね、この D サブコネクタ、こちらの端子に、このリード線ですね、これをこういう這わせるような感じで、ハンダ付けをしていただきたいと思いますので、やっていただくロボットは、コテット、はい、それからレーザー、そうですね、コテとレーザーでやっていただきますので、じゃあまずはコテからやっていただきましょうか。はい、それではご覧ください。どうぞ。はい、今やっていただきました。こちらにですね、ハンダ付けしていただいたこの D サブコネクタあるんですけれども、すごくですね、綺麗にハンダ付けができてますね。柳中さん、これ、はい、小手付けでハンダ付けするのに、はい、こう注意点とか大事なポイントってあったらちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね、やっぱり一番重要になるかなと思うのが、はい、小手の接触位置ですね。やっぱ接触位置が変わってしまうと、小手の当て位置、そうですね、はい、はい、ハンダの流れがちょっと変わってきたりするので、そこを一番意識しました、はい、手の位置ですね、はい、手の位置精度が非常に大事だということです、はい、じゃあ次はですね、レーザーですね、今度はやっていただきたいと思いますので、はい、レーザーでの D サブコネクタご覧ください。はい、どうぞ。はい、レーザーでやった D サブコネクタ見ています。これも非常に綺麗にできてますね、はい、このレーザーでやる、はい、これも注意点ポイント教えていただきたいんですけど。そうですね、大きく分けて2つありまして、はい、まあ、1つはハンダの供給位置ですね。ハンダ供給、はい、はい、でもう1つは、リード線の設置ですね。設置位置が重要になります。このリードの置く位置、はい、置く位置です。なるほど、はい、これはどういったところで。そうですね、はい、まずハンダの供給位置なんですけども、はい、例えばハンダの供給位置がちょっと中心に寄ってしまっていると、はい、上空でこう、はいはい、ハンダがこうダマになってしまうようなことが、あ、丸まって先に溶けちゃってね。そうですね、丸まっちゃった。ハンダの供給の位置精度が大事ってことですね。そうですね、なるほど、はい、でもう一つリード線の設置位置なんですけども、はい、レーザーハンダは非接触なもので、はい、例えば浮いた状態でハンダ付けをしてしまうと、はい、もうその状態で固まってしまうので、それがとても重要になってきます。あ、じゃあこの端子につくかつかないかで、はい、熱の伝わり方が変わってくるから、はい、そこの位置精度が非常に大事だということですね、はいはいはい、今回も、コテとレーザーでこの D サブコネクタ両方やってみました、はい、またこれをやってほしいとかですね、そういう意見いろいろありましたら、ぜひトライしていきますので、今後もハンダ付けやってみたシリーズやっていきたいと思います、はい、それでは今日は、ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。